大阪2日目です。今日はカフェにルナちゃんとまず行って、その後カイ君たちとご飯に行ってみたいな感じで、盛りだくさんな1日なので動画撮ってきます。まず荷物をコインランドリーに預けたい。あとさ、マスクなくしちゃってさ、なんかさ、カメラが暗くない?わかりません、私には。ちょっととりあえずルナちゃんと合流します。ルナちゃんと合流して、今からめちゃ可愛いカフェに、ルナちゃんもちなみに YouTube やってます。どうもどうもどうも。お互い YouTube 撮って、待って、売ってんのかな。そうそう、売ってんね。やばい、死んじゃう。見て、可愛い動物さんに売っても断りって書いてある。ちょっと動画撮っていいか聞いてみよう。めっちゃ欲しい、この照明系が私欲しい。可愛くない、この照明とか。あのレインボーも可愛いし。やばくない？600円。だってこの電気も11,800円だよ。え、あ、そんなことないわ。11万。ん、1万だよね。え、うん、1万。めっちゃ安くない？安い。すごい。お待たせいたしました。トレート、ありがとうございます。おたまプロお呼びします。はい、ゴムジュリだ、かわいい、イエーイ。どうして服買ったんですか？ねえ、最高に綺麗でかわいい。ゲットしちゃった。みなちゃんお買い上げ。お買い上げです。めっちゃかわいい、もう。ほんまに素敵ね。オーナーさんも素敵ね。きっとめっちゃ珍しいと思うよ。こんな2人でカメラ持って。確かに、確かに。いや、超いいカフェに行ってきました、うん、オーナーさんがさ、めっちゃいい人でさね、優しかったね。めっちゃ可愛かった。いいな、憧れる、マジで憧れる、うん、ここも可愛い。ゆうなちゃんが操作しているタマで。タマで、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 タマでじゃないの？タマで、でんじゃないの？で、あ、たまでなの？やばー。たまで、たまでです。古着とセレクトのお店に来ました。めっちゃなんかかわいい。に来ました。大阪に来たらいつもお世話になってるコーヒー屋さんです。じゃーん、の日産スタジアムのフリーマーケットでしょう。こういう感じでずらーっとね、スタジアムをね、ぐるっとぐるーってね、囲うようにフリーマーケットが出てる形になってます。ちょっと見てきます。めっちゃ可愛いエプロンを発見した。これめっちゃ可愛くない？ちょうどエプロン欲しいって思ってた。あとデニムが、まあちょっと可愛いな、このミッキーっていうぐらいのデニム感かな。可愛いんだよね。可愛い、この写真立て。300円。可愛い。ハーレーの革ジャンがごぞっといっぱいある。はい、静岡に到着して、まさかの地元で飲みの市をやっていました。しかもすごい出店料なので、ちょっと撮っていこうかなと思います。可愛い。本当だ。可愛い。おもちゃ屋さん。じゃーん。
焼きと売ってる。静岡のお店なのかな全部。ねえ、静岡のお店なのかな。かわいい。かわいい。5000円遺伝を受け継いでますね。ママはああやってずっと掘ってる。もともとね、ママがずっとフリーマーケットが好きでこうやって出かけてたんですけど、はい、止まってますね。かわいい。何これ、小物入れ。このサンフラーかわいい。いいね、ママ大好き。かわいいの大好き。ほらかわいい。4300円。かわいいね。これあれじゃない、海外のマックのおもちゃみたいな。欲しいの。ほらなんかわいい。ママと行くフリーマーケット。かわいいでしょ。うん、かわいいものがいっぱい。これこの引き出し2800円。買えば。いらないんかい。すごい、本当にもう地元の地元の地元、東静岡でこんなおしゃれなアンティーク市場があるなんて知らなかった。たまたま帰ってきたらやってました。椅子かわいいね。かわいい。でもすごい、もうボロボロ。こっちの椅子もかわいい。9800円。はい、特に収穫はなく帰ります。でも今日これやってるの知ってて静岡帰ってきてないから、すごい偶然